ねえパパ、どんな人か会ってみたい？一子が選んだ人がとんでもない人間だったらママに申し訳ないよ。僕らの世界って世間的にはまだ全然浸透してないんだもん。一子は紛れもなく愛の中で育った子供だよ。パパゲイなんだ。それにママはレズビアンだった。私たちはさ、ただ誰かを好きになってるだけ。好きになった人とただ愛し合いたいだけじゃん。 That's my life.物事ってさ、よく考えると常に一番嫌なもののおかげで成り立ってると思わない？人間って厄介なものよね。愛する相手と自分が解放できる相手とは必ずしも一致しない。私は私のまま、好きになった相手を愛せばいいんだって。